どうも、ともやんテニスチャンネルのともやんです。 MJ です。はい、今回はヘッドのラケットをレビューしていきたいと思います。かっこいいっすね。いいですね、黒白逆なりましたね。そうですね、前と、はい、ヘッドのスピード、この前はこっちが黒でこっちが白でした。そうですね、はい、で、赤もあります。まあこれはね、自分のじゃないですか。自分の、はい、プレステージの MP です、はい、これは。でこれも MP です。そうですね、はい、今回はだから自分の、僕がまあプレステージの MP を使ってるんで、ちょっとスピードな MP をレビューしていこうかなと思います、はい、で僕のはまあスペックとしては同じ MP を違いすぎますからね重さ 320g の、バランス 310、はい、で、ガットの本数が何せも18-20ですから、結構詰まった状態になってます。高スペックです。そうですね、これは。はい、でこちらは、まあ、同じ MP でも、そうですね、結構万人受けするスペック、 300g の、320mm のスリングパターン16-19、メイン100になってます、僕ちなみにこれ使う前はグラビティを使ってまして、グラビティの前スピード使ってたんですよ。使ってましたね。使ってました、はい、この前、だから前のモデルですね。スピードプロ使ってました、ね、プロ使ってました、はい、僕結構好きなんですよスピード、しかも使いたかったのはプロ使ってたんですけど MP でした、正直言って。ああ、なるほどね、はい、だからちょっと今回楽しみですね、新しい MP ということで。かっこいいですよね。かっこいいですよね。ジョコさんが、はい、ジョコさんが使ってるジョコさんラケットをレビューしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ヘッドのスピード、はい、MP ですね、はい、試打していきました、はい、で、まあ、単純に昔の、昔1個前のスピードよりは柔らかくなってるイメージを持ちましたね、はい、マイルドな打感になってると思います、まあ、僕が普段こういう硬いラケットを使ってるからかもしれないんですけど、かなりマイルドでしたね、はい、で、僕、まあ、以前スピードを使ってたんですが、スピードの良さと、まあ、僕が思う悪いところっていうのは、良さはものすごく打感がこう掴んでる感覚がある、だからコントロールしやすいんですね、
自分の思ったところ、思ったスピン量でボールを打てる、思った深さでボールをコントロールできるっていうのがスピードの良さでした。で、ちょっと悪いところ、まあ、ここがちょっとあれだったんで解決したんでこれに変えたっていうのはあるんですけど、ラケットを引いて振り出す時のここの時にちょっと、まあ、ちょっとイメージここが大きく見えるんで、なんかこううまいこと出てこないというか、ちょっと打点がずれやすいというか、振り遅れがちょっと多かったんで、これを解決してくれたら、まあ面がちっちゃくてフレームが薄くなったから多分振りやすさが変わったんだと思うんですけど、そこがちょっとスピードは僕がちょっと残念だなと思ってたところなんですね。はい、でも当たった時の打球感、そのコントロール力っていうのがものすごく良かったんでスピードを一回気に入ってたんですね。だからまあ、本来はしかも MP 使いたかったんですよ、プロじゃなくて。ただ僕らは MP を使うとちょっとガットがすごく荒いんで、ね、ちょっと切れやすかったんで、1回5分で切っちゃったんでポリポリで貼ってて、それは待って、まあ、プロもあったんですけど、ガットがよく切れる方はプロがいいんじゃないかなと。でも基本的にそんなにガット切れないっていう方は僕は MP をおすすめします、回転量とかは全然違うんで、そうですね、ものすごくスピンがかかりやすい、スライスをかけやすい、スペックになってるんで、はい、そういう方は MP ぜひ使ってもらったらいいかなと思います。はい、どうでした？まあ僕も前のやつちょっと打たせてもらったんで、はい、比べてみると、まあ、だいぶマイルドになってると思いますね。あと僕これの1個2個3個かな、だいぶ前のやつ使ってたんですよ僕。いやもう初期の初期みたいな、そう初期の真っ白のやつの次ぐらいのやつ使ってたんですけど、それに比べたらめちゃくちゃスピードって打ちやすくなったと思うんですよ。あの時ほんまに全然ボール飛ばへんわって思ってたんですよ。確かに、これの1個前ぐらいからめちゃめちゃボール飛ぶようになって、でこれになってさらにマイルド感がこう、プラスされて、まあ、どんどんこうなんか良くなっていってるというか、使いやすいラケットになっていってるなっていうイメージですよ、ね、競技者でも使えるし、レディースの方でも使えるっていうようなラケットに。スピードで結構こうもうゴリゴリの男性とかのイメージというか、ちょっときつい飛ばへんしな、18、20やしなとかいうあれがあったんですけど、目もちょっとこう広がって確かに荒くなったし、まあ、これは16、19なんですけど、MP なんで、ですね、で MP に関してはなんか軽いし面ブレるとかなんかあるんかなと思ったんですけど、さっきも言ったように打感がめっちゃマイルドなんで、ボールも掴んでくれるし、あんま面ブレる感じがなかったんで、普通にガーンって振り抜いてっても気持ちいいボール行くし、ボレーもこう掴んで飛ばすっていう感じなんで、僕が思ってたよりは打ちやすかったです。こう掴んでる時に修正してくれる感じがありましたね。やっぱ面100とこうフレームの太さでこう、なんかカバーというかカバーしてくれてるというか、プロも結構そういう感じやと思うんで、あとストリングパターンってで、プロやったら18、20なんで、結構ゲット、抑えてくれてるんかなと思います、安定感のあるラケットですね、はい、何よりMP、 そうですね、プロとかも安定感あるんですけど、さらにパワーがある方はもっとパワー出していけるよっていう形になるんで、まず入門編みたいな感じで MP から知らせてもらったらいいんじゃないかなとは思いますね。あとはまあデザインかっこいいですよね、間違いない、白黒の、これたまんないですよね、シンプルな感じが、まあ、ただ白なんでちょっと面でかく見えますけど、そうやな、そこぐらいですね。なおさらちょっとこうこもったら出てくるんちゃうかなとは思いましたけど、でも僕白結構好きなんで、ありやな、白黒が好きな人はほんまにいいですね、ドンピシャでしょ、ドンピシャですね、まあ全体的に評価的には僕は悪くなかったです、悪い部分もありますけど、どっちかというと悪くはないです、ただそういうところをどう自分のフォームで改善していけるかが、僕は課題になるかなとは思いますね。まあ、その人のなんか重視するところにもあります、振り抜きを重視するのか打感を重視するのかとか、面の安定とかあると思う、これやったら完全に振り抜き重視じゃないですか、これだったらまあ面の安定コントロール系というか、じゃないですか、そうやね、僕らが使うならプロですね、プロそうですね、でも僕はまだこっちにしとこうかなっていう、プレステージ MP、これも僕思ってる以上に打ちやすかったんでびっくりしましたやろう、これ結構打ちやすいっすよ、だいぶ前1個前のと変わりました、変わったプレイステージもかなり柔らかくなってきてるんで、全然この高スペックな感じしないですね、高スペックっていうのが本当になくなってきてるというか、もういい、まあこの2つは全然違いますけど、
打ち比べてもらったら面白いかなと思いますね。プレステージのスピードって本当に大きい2つやった、結構逆にある、うん、この間がラジカルみたいなイメージですよ、ね、うん、そこにグラビティが参入してきたみたいな、あ、そう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 、うん、本当にこういう分け方でしてもらったらいいかなとは思うんで、はい、ぜひ皆さんもスピード、まあ、プレステージも一緒に打っていただけたらいいかなと、いろんな種類がございますので、プロだったり MP だったり S だったりいろいろあるので、はい、ぜひ使ってみてください。では